はい、こんにちは、赤パパです。今日はですね、ツエルトを新しく買ってみました。ツエルトっていうと、モンベルのライトツエルト、これずいぶん前に買ってですね、お守り代わりに持ってたんですが、中身だけで430で、そこにね、5メーターぐらいの細引きを入れてるんで、実質450ぐらいあるんですけど、やっぱりね、450っていうと、3号館よりも重いですから、なかなか持っていかなくなっちゃってですね、でつい何年か前にファイントラックのピコシェルターを買いました。ピコシェルター実はね、試しに1回やってみたんですけど、1人だったら全然問題ないんですが、2人でもね、しゃがんでれば問題ないんですよ。いろんな状況を考えて、もうちょっと広い方がいいんじゃないかと思ってですね、同じくファイントラックのツエルト1を買いました。ちょっと開けてみますね。はい、こちらのね、小札の後ろにいろいろ使い方とか書いてあります。ピコシェルターの時とですね、ほぼ同じなんですが、このペラペラのケースですね、スーパーの袋とほぼ変わらないぐらいのペラペラです。はい、じゃあこちらね、中に一応取説がついてます。でこれね、ツェルトを持ってる方は結構同じ思いしてると思うんですけど、一旦このツェルトの袋から出しちゃうと、二度とこの袋にですね、収納できないと、がっちりですね、巻きながら入れないと無理だということなんで、僕は一旦これはもう外しちゃったらですね、ジップロックかなんかのね、袋に入れて保存したいと思います。実際しまうときね、これに入んなくてね、時間取られるっていうのは非常にバカらしいことなんで、余裕のある袋に詰め替えたいというふうに思います。はい、これ全部ね、広げるわけにもいかないんですね、これパソコン机なんで。ただね、やっぱりポイントがいくつかありましてね、いろんな力がかかる部分、例えばこのジッパーの付近とかですね、あとは天井の部分ですね、こういったところにダイニーマを使ってます。今ね、名称が変わっちゃってイザナスってなったみたいなんですが、このダイニーマのテープを使ってですね、かなり伸びとかですね、引き先を抑えてるというような作りになってます。またこのベンチレーター、基本的にね、ツェルトって換気が最悪なんですよ。そういう作りなんですけど、でね、ベンチレーターが勝手に閉まっちゃうとね、場合によっては非常に息苦しい思いをすることがあるんで、これ実際は立体でですね、常に開くような作りになってます。だからといってね、虫が入るわけじゃなくて、中はね、こういうメッシュになってますんで、安心して使うことができますね。で、大きさ的にはですね、ここら辺に出しときますけど、高さがね、90センチ。縦ですね、長さは200センチ。で、幅が80センチということで、1人だったら余裕ですけど、最悪2人でもね、互い違いに寝れば過ごすことができるというような、最低限のサイズですね。これに関して見ればですね、ビバーク用というふうに考えれば、これぐらいで十分なんじゃないでしょうかというふうに思います。それではね、実際こういったものっていうのは、一回立ててみないとわからないんで、ちょっと場所を移してですね、立ててみたいというふうに思います。はい、9時46分山頂、誰もいねえや。よく晴れたね。はい、関東平野が分かりますね。手前の山がね、トムロ山って言います。その向こうに筑波山、カバ山が映ってますね。セルトを張って、どんな感じなんだか試してみたいと思います。いや、三脚重かったよ、正直言って。で、この間開封動画をやったファイントラックのツエルト1、これをね、まず貼ってみたいと思います。で、今日はね、ストック持ってきてるんで、せっかくだからストックを使ったですね、ツエルトの貼り方というのをやってみたいと思います。はい、これがね、ちょっと違う袋に入れ替えちゃいましたけど、これが先日開封動画やったファイントラックのツエルト1です。1人から2人用の、緊急避難ツエルトですね。ついでに買ってきたんですけど、これもファイントラックのですね、ツエルトのガイラインですね、ランナーが配置されちゃってるやつで、手間いらずです。あと一応ね、とりあえず1回ちょっと中寝てみようってことで、下にね、これを敷いてテントっぽくやってみますね。あと家にね、いろいろ余ってた、これ多分100均のペグだと思うんですけど、こんなのが何本かあったんで、グランドの部分をね、四隅止めたりするのに使いますから、これも持ってきました。こんな感じのものでですね、貼っていきたいと思います。
で、この場合ね、ストックの石突きを外して直接ね、ここに刺しちゃった方が安定します。中の様子、まあ、実際ね、緊急避難的に使う場合、こういうふうに針綱を張ってですね、やってられる状況かというと、まあ、多分難しいと思うんですね。これあくまでも余裕がある時の張り方ですね。はい、こんな感じです。はい、レジャーシートをね、中に敷いたパターンがこちらになります。シートはね、これ確か190の幅が90だから、幅はね、まあ若干レジャーシートの方が大きいですね。で、縦はね、20センチぐらいレジャーシートが短くなってます。ただ現実的に下はこのように空いてますんで、まあ、一泊明かすってことで言えば、まあ、こういったものがないとね、まあ、なんか入ってきそうで嫌な感じしますけど、まあ、これをねテント代わりに使うっていうんであれば、こういうレジャーシートが必要だと思います。ただ本当にね、緊急避難的に使うんだったら、まあ、下が空いてようがね、空いてまいが、まあ、なんとか1日避難できればいいことなんで、まあ、要はかぶっちゃえば済んじゃいますからね。ただこれね、下がね、こういう芝生でしょ。そうするとね、まあ、この場所での話ですけど、非常にふかふかで気持ちいい。これで十分寝れそうな気がします。はい、ちょっとね、はしょっちゃいましたけど、まあ、こんな風な張り方がありますよと、まあ、いうような一例でございます。おーおー、いいねいいね。はい、ピースピース。はい、ありがとう。どうだった？いやー、これね、ツエルと海の動画よりも景色がいいね。なんかこう宇都宮一望できるところなんですけどね。いやー、いいね。ジッパー閉めてみましょうか。はい、すごいね、ファイントラック、やっぱりいいよね、このメーカー。はい、これはもうツェルトの宿命でね、まあそこはね、こんな感じで、まあ、蝶結びでも何でもこう結んでですね、閉じるんですけど、ここは開いちゃうのね、まあ、これは仕方ないです。ただ一応ですね、まあ、ベロがありますから、まあ、ベロをこう入れればね、まあ、多少居住性は上がると思います。あとこれがね、後ろ側ですね。後ろはジッパーありませんので、まあ、ここで終わっちゃうわけなんですが、僕以前ね、洗いのツエルトを使ってた時に、やっぱりね、靴はこう後ろをほどいてですね、こう土間を作って、ここに登山靴を置いてね、何回も寝たことあるんですよ。ただまあ一方でね、こう空いてることで風が吹き込んできたり、まあ、そういったことがありますので、まあ、その辺はね、利便性と手軽さ、まあ、相殺してですね、まあ、こんなもんかなというふうに思います。はい、もうね、今日は11月の10日過ぎてるんですけど、非常にこのテントツエルトの中、あっちっすね。はい、じゃあ外出ます。はい、以上カウパパでした。ありがとうございました。